礼します。失礼します。失礼します。はい、ありがとうございます。ではおかけください。失礼いたします。はい、では面接よろしくお願いします。お願いします。まず最初に皆さんに自己紹介をしていただきたいんですけど、順番に行かせてください。ではこちらの方からお願いします。はい、東京工業大学の融合理工学系というところに所属しています石川慎です。普段は学内のコワーキングスペースの運営をしたり、あとは映像制作の会社で働いていたりと、まあ、いろんな学業以外の課外活動も果敢に取り組んでいます。本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。では次の方お願いします。はい、筑波大学理工情報生命学術院から参りました松原咲と申します。現在は就活系 YouTube 旬ダイアリーの下で働いてまして、趣味は筋トレです。得意な技は国道の声が遅れるものまでです。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。では最後お願いします。はい、一橋大学社会学部から参りました大塚紀穂と申します。私は一言で表すと食、食べ物の食でして、大学では食生活史学食と環境ゼミという食べ物の勉強するゼミに所属をしていて、その延長線上で興味を持ったフードロスの長期インターンというものに力を注いできました。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ですけども、お三方に基本的な質問になるんですけども、これまでの学生生活において力を入れてきたことをお伺いしたいんですけど、じゃあ石川さんからお願いします。はい、僕は大学生になってから本当にたくさんの組織を立ち上げてきて、立ち上げに携わったのが8団体で、運営をしてるっていう文脈で言うと、まあ、13団体の運営に関わってます。学生時代でチームマネジメントみたいなところをたくさんやってきたんですけど、やっぱり一番まあ学んだことは人とのコミュニケーション、人がまあ今どういう状態なのかっていうのを把握して、で、まあ、本来目指したいところに対してまあアプローチするっていう、まあ、半ばコーチングみたいなことを最近は特にやってると思います。わかります。そもそもなんかどういうモチベーションでそういう取り組みに臨んでるんですか？そうですね、僕自身一番はやっぱりもっとみんな楽しそうに生きててほしいなっていうのがあって、本当に自分の好きなことであったり、まあ、得意なことをやって本当に心がワクワクしてる人と話すと、僕もワクワクするんですよね。そういう環境をもっと世界に作っていきたいなっていうところで、もっといろんな世界中の人と友達にもなりたいし、まあ、みんなのそのモチベーションであったりとか、やりたいことっていうのの実現を、まあ、僕が手伝えることがあるんだったら手伝っていきたいなっていうところで、いろんな団体をまあ立ち上げるっていう結果が、はい、あります。なるほど。なんかこの過程を通じて、なんかご自身の中で起きた変化というか成長みたいなところって、はい、どういったところが挙げられますか？そうですね、最初はやっぱり自分自身やりたいから始まるんですけど、でも自分だけがずっとやりたいって思ってても、それってなかなか叶わなくて、全体としてチームとしてとか、もしくはその組織としてやりたいことに昇華させないと、結局その、まあ、形にさえもならないよねっていうことを、まあ、一番は学びましたね。でそれで最初は自分のモチベで始めるんですけど、最終的には自分だけじゃなくてチーム全体のモチベーションとして、まあ、やりたいことっていうのを実現するっていうようなことを今はやっています。なるほど、分かりました。一番時間を費やしているのはコワーキングスペースっていう認識だってますか？いや、もともとそうですね、1年生とか2年生の頃はコワーキングスペースの運営で一番時間を使ってました。で、今も運営してるんですけど、今はどちらかというと国際交流系事業をまだ会社にしかしてないんですけど、個人でやっていて、個人というかチームでやっていて、その国際交流系のアプリを作ったりとかっていうのを今一番力を入れてやってることです。ありがとうございます。どちらでもいいんですけど、はい、運営をする中でなんか一番の困難とか、はい、一番難しかったなっていうエピソードがあれば教えてもらってもいいですか？そうですね、僕が今まで関わってきた団体は結構学生団体が多くて、学生団体ってなるとどうしてもやっぱりみんな学業が第一優先であったりとか、あとは、まあ、普段使うお金の分アルバイトしなきゃいけないみたいなところで、なかなかその、まあ、仕事とは違う組織の運営の仕方をしなきゃいけないっていうのが一番苦労した点ですね。やっぱりみんなやりたいこと、本当にやりたいことじゃないとやってくれないので、まあ、いかにその人の、まあ、やりたいと組織として目指しているところっていうのを、まあ、すり合わせていくかっていう、やっぱり対話コミュニケーションっていうのが一番必要だなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ同じ質問ですが、松原さんお願いします。はい、私は学部時代に、アルバイトで営業のアポイントメントを取る
お仕事をしておりまして、もともと顔の見えない相手に電話をかけることにすごく緊張して、200件かけても1件もアポイントメントが取れないっていう状態から工夫を重ねて、目標が1ヶ月で10アポイントメントだったのが、2週間で達成することができるようになりました。達成するためにやったこととしては、自分がなぜアポイントメントが取れないのかっていうところが分からなかったので、一緒に営業の先輩に自分の営業しているところをズームでつないで聞いてもらって、毎回フィードバックをいただいたりですとか、その場で自分の声を録音して、少し声のトーンが最後下がってる、弱々しい感じがするっていうところを客観的に自分でこう見つけて、それを少しずつ改善することで達成することができました。なるほど。どういう、何の営業のアポイントメントを取ることなんですか？はい、これは採用担当の方に向けて動画制作をしませんかっていう、動画制作を専門にやってる会社さんからいただいたお仕事です。なるほど。対象者は人事部の採用の人たちに電話をかけて、はい、Zoom なり、まあ、対面だったりの打ち合わせの機会をもらうところまでがミッション、はい、ということですね。商談もせずに自分がアポイントメントを取るところまでお任せいただきました。なるほど、なるほど。月に10アポイントメントというのが目標ということで、2週間達成されたと思うんですけど、はい、そもそもごめんなさい、そのバイトっていうのは週何で入ってて、で何時間勤務してるのかっていうところを教えてもらっていいですか？はい、私は大学がありまして忙しかったのでほとんど入れなくて、授業と授業の間の10分間で電話するっていうのも平日4回なので40分ぐらいを、まあ多くて週3ぐらいのペースでやっておりました。なるほど。となると週3で40分だと120分1週間、はい、で480分月っていう中で10アポイントメント取る、結構ハードル高くないですか？ハードルは高かったです。そうですよね。もともとはもう200件かけても1個も取れないっていう形で、うん、そうですよね。かなり難しいハードルだなってこうお聞きしてて思ったんですけど、なんかフィードバックをもらうだけではなんかそんなにうまくいくのかなみたいなところも正直あって、なんか加えて何かこう ご自身で工夫されたこととか、なんかこう変化のなんかポイントとなったことがあれば追加で教えてもらいたいんですけど。はい、もともとは自分自身がその動画制作に対して思い入れがあったりとか、自分がお仕事をもらってる企業さんの情報を全く知らないまま自分で電話していたので、何が魅力なのかっていうところを心から伝えることができていないっていうのも一つ問題としてありました、うん、なのでその会社さんの社長さんにお時間をいただいて直接お会いして、他の動画制作会社と何が違うのかっていうところをお聞きした上で、そこの魅力的なポイントも紹介するですとか、あとは致命的に私は電話をする時の声が小さくて、かつ余計なぐらい謙虚な姿勢でお話ししてしまっていたので、本当にここの動画制作にお任せしてプラスの情報を聞けるのかっていうのを疑われることが多かったんですね。でも今この場でこういうふうにお話ししているように、はっきりと堂々と話すことによって本当にアポイントメントの打率が上がりました。なるほど、なるほど。なんとなくね、電話でアポイントメントを取るってすごくね、精神的にも負荷の高い仕事なのかなって思うんですけど、そもそもこれやりたかった仕事なんですか？いえ、私はやっぱり人と目と目を合わせてコミュニケーションを取ることが好きで、うん、どちらかというと目と目をこう合わせてコミュニケーションを取らないと相手の様子が分からなくて、すごく不安、過剰に不安に感じてしまうタイプだったので、うん、自分は絶対に電話での営業苦手だろうっていうことが分かっていました、うん、ただなんかそういう苦手なところにもできるようになりたいっていう気持ちであえて取り組みました。なるほど。そういう気持ちはこうずっと持ってきたものなんですか、それとも一念発起、このタイミングで頑張ろうって思ったものなのか？それは突然思いつきました。自分自身がもともとその飛び込んだことないところとかに飛び込むのが恐怖でもあるんですけど好きなので、例えば英語が喋れない状態で海外で1年生活する経験をするですとか、帰ってきてから秋葉原で漢字の名前を外国人に声かけてプレゼントするみたいな、なんか怖いけどなんかやってみるっていうところを自分が挑戦するのもともと好きだったので、その一つの手段として営業のアポイントメントの挑戦がありました。なるほど。ちなみにこのアポイントに関しては一人だけでやったっていうイメージですか、それともなんかこうチームというか複数人でやってた、はい、どちらでしょうか？はい、動画制作の会社さんから案件をいただいてたのは私だけで、うん、基本的に Zoom でみんなでチームでつないで、それぞれの会社さんからいただいた案件をそれぞれ個人でやるっていう形でやっていました。あ、なるほど。じゃあこうチームとして動くとか、まあ、そうじゃなくてもこうアポイントが他と比較できるっていう状況ではあまりなかったっていうことですかね？そうですね。
ありがとうございます。周りからのなんかこうフィードバックというかありましたか？例えばこう結構アポが増えてきて、こう周りからこうここが良くなったねとか、そういう具体的な話があればお聞きしたいんですけれども。はい、自信が全然違う。本当にあの最初の時は本当に弱々しさが出てしまってるって言われた時は自分で気づかなかったんですけど、録音した時に別人かのようにか弱い声で話していて、でもそれが本当になくなって、自分ももしこの営業を受けたら聞いてみたくなるよっていう風に言っていただきました。ありがとうございます。じゃあ最後大塚さんお願いします。はい、私が学生時代に力を入れたことは食品ロス削減の授業のインターンに注力をしまして、それで営業として月300万円の売上向上に貢献した経験でございます。ビジネスモデルとしてはまず EC サイトの運営なんですけれども、簡単に申し上げますと、この食品ロスになり得る食材、例えば賞味期限間近でしたり規格外の野菜フルーツを EC サイトで販売して、でそれを消費者の方々に買っていただくというもので、営業をまずやろうと思ったのは、その売上を伸ばそうと思った時に他社と比較して商品数が少ないという弱みがありまして、でそこで私が貢献できると思って社員さんにやらせてくださいということで営業に挑戦しました。で、まあ、営業に挑戦して去年の3月頃に始めまして、で7月頃には300万円の売上向上で800万円から1200万円ほどの向上というものに貢献することができました。なるほど。ご自身の専攻というか学業の方も食に関することで、はい、そこに興味があるんですか？はい、もう食というものに興味を持ったきっかけが、まず飲食店でのアルバイトでその食品ロスの現状というものを目の当たりにしたというのがありまして、そこでその食べ物が美味しいのに捨てられてるっていう悲壮感だったり、その疑問を抱いてしまって、何か解決で力それができないかなということで、そのゼミだったりインターンに挑戦しました。なるほど。これもアルバイトでいいんですか？インターンという形なんですか？ベンチャー企業の長期インターン生として参加しました。なるほど。これはどういう出会いで見つけたんですか？はい、それは少し複雑なんですけれども、その人との信頼関係とか、はい、商社でいくと、はい、松原さん、不安な日々が続いてると思うんですけど、ご自身の人生を決めるっていうことなので、嘘偽りなく素を出すっていうこととか、自分自身の本心で話した上で合う企業にマッチしていけたらいいなと思ってますので、勇気を持って頑張ってほしいなというふうに思います。頑張ってください。はい、内定がなくて本当に不安かと思うんですけれども、入社後活躍っていうのが一番大事になりますので、自分らしさを伝えられるように意識してほしいですし、どうやったらいいのかなってわからない時には旬ダイアリーを見て勉強してですね、就活に臨んでもらえたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。